水軍前之助源氏元年7月20日は、幕末の勤労家。河内の王将や、官主であり、天中組、河内勢の主会として知られる。意味縄長尾、聖は、騎士でありき、有常つねの光栄を称する。造成五位。北大和五郎の長男に生まれ、水軍神社の士官となりしを水軍と改める。 豪能で、伊勢国神戸藩の大官を務めたため席に劣する。水軍家は、代々勤能の家であり、生来勤能の志が強く、志士たちを金銭的に援助していた。彼の祖父も、幕政批判の都がで捕らえられている。黒船来航以後、志士の動きに共鳴して、京都に登るも、文久三年、足利三代木造教主事件に関与し、帰京する。 京都で天中組が旗揚げした際には、邸宅がある、高田村の他富田林村や、長野村などから17名を集め、南河内の勤労志士たちに財政面で、大きな貢献をした。文久3年8月17日の天中組の変異に、際しては、自らも息子の栄太郎と共に挙兵に参加した。挙兵直前には、水軍邸にて、 中山忠光と会見し軍議を練り、禅之助は小二田奉行として、ベール銃や槍などで完全武装した70人ともに行動した。しかし、挙兵から間もなく8月18日の政変をきっかけに、天中組が幕府から逆賊として追悼される立場になると、禅之助ら河内勢は、追悼軍の陣屋を奇襲して、物資を調達するなど前線していたものの、次第に、 首相の中山らとタイの方針や軍略について対立するようになり、天中組が天の辻へと本陣を移して、以降は二度にわたって本体から置き去りにされるなど、存在な扱いを受けるなどして、とうとう天中組に見切りをつけ、天の辻に敷いていた本陣を撤退するにあたり、中山や他の勤能志士たち、吉村小太郎、那須慎吾らと佐勢や伴い林公平率いる、 大和勢などとは別方面に逃亡する形で離脱。高野山を経て、奇襲方面へと逃亡を図った。だが、機内各藩の追悼軍の包囲網に行く手を塞がれ、さらに追悼軍に内通した地元の村人に寝込みを襲われる形で爆殺されそうになり、栄太郎をはじめ同士数人が負傷するなどして、身体極まったことを悟った、善之助たちは、龍神村にある、 奇襲半島所に自首した後、京都へ護送され、六角獄舎にて処刑された。これは、7月20日の禁門の変の際に生じた、どんどんやけで、獄舎近辺まで延焼、火災に乗じて逃亡することを恐れた役人により、判決が出ていない状態のまま他の囚人と共に、斬首されたものである。自世の歌は、広告のためにぞ尽くす真心は、 知る人ぞ知る神や知るらん。途中で挙兵に加わった、山和勢の主会にして、国学者であるともない林公平は、後に禅之助の人格を、聖沈木後短年来外政の志深くと、表した。和歌山県田辺支流神村には、禅之助らが自主後に監禁された蔵が、天中層として残っており、禅之助の自世を刻んだ柱がある。 息子の栄太郎は15歳未満だったことから、無罪方面となり、後に、母親戦争に従軍し、最終的に明治まで生き延びた数少ない、天中組大使となった。明治維新後はアメリカへの留学を経て、なお長吉と改め、大阪、和歌山、姫路などの地方裁判所の検事を歴任した。また、善之助は明治維新後に、勤労の中心として、 明治31年に造成語彙を賜った。ありがとうございます。